こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もですね、ウィリー2020最新情報をやっていきたいなと思います。危なかった、今噛みかけましたね。はい、今日のウィリーアプリあるあるはこちら、ウィリー&AAA フォロバ103。実況、〇〇は攻撃の際は常にチャンスを狙っている選手です。全員そうだと思う。ということで、確かにこれ聞き覚えあるよな。でもね、攻撃の時にチャンス狙わない選手はいないですからね。はい、ありがとうございます。ということで、今日の動画になるんですけど、最近ですね、レベマの比較動画っていうのを結構出しているんですけど、今回はですね、2020で新搭載される選手のレベマ能力紹介していきたいなと思っております。いやー、これかなりワクワクしますし、今回かなり厳選して13選手持ってきたんですけど、もう全員おすすめ。うん。そのレベルで強い選手たち持ってきましたので、ぜひですね、ワクワクしながら見ていただきたいなと思っております。で、もしですね、この選手の中で欲しい選手がいた場合なんですけど、今の時点ではまだ取れないので、今のうちに例えばトレード要員を確保しておいたりとか、あとはチームのスカウトを取ってオークションで獲得できるようにしておいたりとか、まあバイトしてね、ガチャで無理やり引けるようにお金を貯めておいたりとか、はい、まあいろんな準備の方法あると思いますので、そういった準備っていう意味でもね、まあ必要な情報ではあると思いますので、今回動画でまとめていきたいなと思っております。ということで、13選手かなり多いのでサクサクっと紹介していきましょう。レッツゴー。はい、一発目はですね、パコ・アルカセル選手ですね。いや、懐かしいね。2018の時ね、確かバルセロナで搭載されていたはずなんですけど、その後ドルトムントに移籍して消えちゃって、スペイン代表枠として復活した形になりますね。で、パコ・アルカセルめっちゃ強くなって帰ってきた。で、能力のところもですね、まあオフェンス点数決定力90超えてたりとか結構強いんですけど、そこに加えてですね、コンワン6、スキル豊富、ラインブレーカーということで、スキル見てください。なんとスーパーサブ持って帰ってきちゃいましたからね。もうこんな素晴らしいことないんじゃないかなということで、まあ金のライブレのスパサブとしては最強候補と言えるんじゃないかなと思っております。まあラインブレーカーらしくですね、やっぱ走らせたいですよね。はい、歩かせるだけど走らせるということで、はい、次はですね、プリシック選手ですね。こちらも確か2018ぶりの再搭載かな。確か2018の時はドルトムントで搭載されていたと思うんですけど、この選手はですね、21歳とすごく若いので、レベル上限も高くて、レベマまで行くとですね、スペシュンカンストで、ドリブルの数値も結構えげつないことになってますよね。はい、2列目からの飛び出しでスペシュンカンストって他にあんまりいないんじゃないかなっていう意味でも、すごく希少性のある選手かなとは思っております。で、しかも見て、こちらもスパサブ持ちなんですよね。てかね、今回ね、半分ぐらいスパサブ持ってるような気がする。半分は言い過ぎか。でもね、今回スパサブ持ちの選手すごく多く紹介するので、来作のスパサブ候補はかなり今日で妄想が膨らむんじゃないかなと思いますね。一応総合値としては、レベルまで行けば91まで上がるんですけど、搭載としては一応80なので、このコスパの良さっていうのもすごくいいんじゃないかなと思いますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、サンチョ選手ですね。大注目のサンチョということで、こちらはですね、ドルトムント所属で、今回イングランド代表枠として搭載なんですけど、なんとですね、レベマの総合値94まで上がるんですよね。まあ19歳ということですごく若いので、レベル上限も高くて、レベマまで行けばかなり半端ないことになるっていう形ですね。はい、で、能力値すごいね。スピシュンカンスト、ボリコン95、ボールキープ97、ドリブル97、ボルコン94っていうね。はい、で、後半もですね、こういう選手って4が多いんですけど、一応5あるので、いや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 、これ強いと思いますね。はい、2列目からの飛び出しでスキル豊富ということで、結構プリシッチとは似てるんですけど、まあ、レベルまでいっちゃえばプリシッチの上位互換になるのかなとは思いますね。はい、もうスキルもフル装備だし、19歳のね、この未来しかない若者に、これ以上僕から言うことはないんじゃないかなと思います。本当に欲しい選手の一人ですよね。ということで次行きましょう。はい、次はですね、ハビ・マルティネス選手ですね。来たー。ハビマルはね、このアイコンがさ、完全に感情を失った男性になってますけど、再搭載は本当に嬉しすぎますね。はい、で、能力見ていただけると分かるんですけど、結構2019搭載の選手でいうとフンメルスとかに近いのかな。まあ守備できて、パス上手くて、フィジカルもあって、スキルも優秀ということで、はい、アンカーとして、まあスピードはね、圧倒的にないので、この辺りは結構好み分かれるとは思うんですけど、スピード以外の部分はかなりハイレベルなのかなと思っております。あ、で、そうだ、今回からですね、新要素の選手長所っていうのを右上に出すようにしてるんですけど、これがですね、グラウンダーパス星2、フライパス星1ということで、この辺秀でてるっていうのは結構2020環境にはフィットしていると思いますので、すごく楽しみかなと思っております。ということで次行きましょう。はい、次はですね、ムサー。うおー、おかえりムサーということで、はい、こちらはですね、ウイレ配信者のメッパンさん愛用のですね、最速の男がもうスパサブ引っ下げて帰ってきましたよ。こちらも半端ない能力ですね。で、この選手は銀なんですけど、もう銀にしては破格の数値だと思いますね。まあスピシュンの高さ、あと他能力もある程度高いですし、ここにスパサブの数値上昇が加わると思うとかなり強いんじゃないかなと思っております。で、ムサに関してはですね、攻撃能力はもちろんなんですけど、このディフェンス力が地味に高いのと、チェイシングを持ってるっていうのがね、
でいやらしいんですよね。この辺生かして前線からカットして自分で決め切るみたいなことができるので、すごく強いんじゃないかなと思っております。もうこの能力見るだけでムサムサしてきますね。はい、次はですね、エベルトン選手ですね。この選手はコパアメリカでブラジル代表で超大活躍してたので、あのね、カットインからの半端ないゴール脳裏に焼き付いてる方もすごく多いんじゃないかなと思っております。で、この選手金のインサイドレシーバーということで、まあなんか若干リシャルリソンを彷彿させる能力持ってるんですけど、まあ普通に強いですよね。レベマでドリブル96、瞬発力95、まあスピード93とかね、この辺しっかり高いので、結構いいんじゃないかなと思っております。まあ決定力もそこそこありますし、何より根幹7っていうのもね、金にしてはかなり高い方なので、まあ金スカだったら間違いなく輝ける選手になるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、コマン選手ですね。この選手バイエルンが搭載されたことで新搭載ということで、まあ一応体験版にも載ってたので、はい、サクッと紹介でいこうと思うんですけど、はい、キングスレイって聞くともうキングスマンしか思い出さないんですよね。はい、これも体験版で言ったことがある気がするので、僕の話題力のなさが露呈してしまってるんですけど、はい、まあ無駄のないスキル構成にですね、高い能力値と、まあドリブラータイプのスパサブとしては相当優秀だと思いますね。まあただね、ちょっと気になるところとしては、コンディションアンテロが5と若干低いっていうのと、あとはオフェンスセンスが78なんですよね、レベルまで。ここちょっと気になるかな。まあ使ってみてどうかなっていうところではあるんですけど、この辺は若干気になるかなとは思いましたね。はい、ということで次行きましょう。同じくですね、バイエルンからニャブリだニャということで、コマンとですね、結構能力傾向としては似ているんですけど、まあ安定感だったりとか、まあ全体の能力で言うと若干ニャブリが優位性あるのかなと思ってますね。まあスキルのところでワンタッチパス持ってるのも結構大きいと思いますね。はい、で、ボールキープ93だったりとか、あとドリブル突破も星についてるので、この辺のですね、まあ新能力、新ステータスっていうところが秀でてるのも、2020環境で結構期待されてる証拠なんじゃないかなと思ってたりはしますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、セバスティアン・アルル選手ですね。まあ一応搭載はアルルなんですけど、リアルではですね、ハラーとかとも呼ばれてるので、ハラーの方が皆様としては結構身近なのかなとは思いますね。まあフランクフルトで大活躍して、今シーズンプレミアのね、ウエストハムに移籍した選手になるんですけど、今まで紹介した中ではかなり珍しいポストプレイヤータイプの選手なんですけど、これ強くない？これかなり僕強いなと思ってて、まあ高身長190センチにフィジカルコンタクト95、ヘディング91のここすごく高いですし、さらにですね、オフェンスセンス90、決定力90ということで、ここも90超えなんですよね。で、他の能力も欠点がなくて、結構こういうタイプってスピード瞬発がなんか60台とか圧倒的に少ない場合もあるんですけど、両方とも80乗っているということで、いやー強いよなー。そしてスキルも優秀ですからね、シュート系、スルーパス、ワンタッチパス、ヘッダーチェイシング、はい、まあここにね、なんかスパサブなんかつけて、後半からポストプレイヤーで流れ変えていくみたいのも一つだと思いますので、これはちょっと妄想膨らんじゃいますね。ふう。はい、ということで次はですね、ヨビッチ選手ですね。この選手はまあレアルマドリードに移籍したので、まあ知ってる方すごく多いんじゃないかなと思うんですけど、現環境で珍しいですね、ボックスストライカーのスパサブ持ちという形で登場しましたね。いや、てかスパサブすごい多いっすね、今回やっぱりね。新搭載のスパサブがすごいなっていうところではあるんですけど、能力のところ見ていくとですね、95超えてたりとか派手な数値っていうのはないんですけど、もう超絶バランスいいですし、そのバランスいい能力値の平均値もすごく高いのかなと思っております。で、その中でまあ決定力、オフェンスセンスしっかり90超えてきてるので、まあここはさすがストライカーというところなのかなと思います。でさらにですね、スキルもスパサブだけじゃなくて、豊富なシュート系だったりとか、チェイシングで前からプレスもかけられるので、はい、これもね、金スカのスパサブ、いやガチスカのスパサブもワンチャンありかなとは思ってますね。で総合値もですね、レベマで93まで上がってくるので、これもまあ2020環境で確実に欲しい選手になってくるのかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね、レナト・サンチェス選手ですね。こちらも帰ってきた選手になるんですけど、2018の時と同じく銀玉で、まあ引き続き能力は優秀ですよね。はい、この能力バランスの良さ、スキルっていうのは銀の中だと飛び抜けてるんじゃないかなと思いますね。まあ引き続き根幹が不安定なので、まあでもこの辺許容してでも起用する価値ある選手なんじゃないかなと思いますね。はい、レナト・サンチェスってさ、なんかさ、レナとサンチェスっていう2人の人物がいるみたいですよね。そんなこと考える人誰もいませんね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、ディアロ選手ですね。アブドゥ・ディアロ選手ということで、正直僕もね、この選手今回のまとめで初めて知ったんですけど、パリ・サンジェルマンに移籍した若きセンターバックということで、まあ今後ね、かなり伸びてくる可能性あるんじゃないかなということで、今回入れさせていただきました。で、若いのでレベル上限もすごく高いですし、金スカのセンターバックとしては活躍できる可能性十分あるんじゃないかなと思っております。まあ気になるのはスキルでマンマークインターセプト持ってないので、この辺ちょっとあれなんですけど、能力のところで言うと
強いですよね。ディフェンスセンス、ボールダッシュ高いですし、フィジカルだったりとか、あとスピードもしっかり両方80乗ってるので、はい、この辺の安定性すごくあるんじゃないかなと思います。まあ右サイドバックも薄い適性あるので、ここ適正追加していただいて右サイドバックで使うのは結構おすすめかなとは思いますね。はい、ということで次行きましょう。はい、早口でここまで進めてきたんですけど、最後はですね、なんとリベリー来たー、とうとう来たよ。ウイレアプリ初の搭載リベリーということで、ウイレではですね、まぁ、ちょっと前に搭載をされてましたけど、アプリとしては初ということで、これは嬉しいですね。はい、36歳ということで、かなり年齢としては高いんですけど、見てこの能力、ドリブル系能力はまあね、金最高峰と言ってもいいんじゃないかなと思っております。ドリブル96、ボルコン93、ボリコン91、ボールキープ91、しっかり90全部乗ってきてますよね。そしてですね、スキルも豊富に持ち合わせているということで、結構ですね、まぁ、リベリーはやっぱりネームバリューがあるので、その辺から結構ロマン枠で使おうぜって感じの雰囲気もあるんですけど、普通に能力も高くてね、ちゃんと使えるっていうのが素敵なところですよね。はい、すごくファンの方も多いと思いますので、ぜひですね、登場したらガンガン使っていただきたいなと思っております。ということで今回ですね、新搭載選手13名一気に紹介させていただきました。なんか僕の喋りにもすごい熱が入ってた気がするんですけど、まあやっぱね、こういうのにワクワクしてあと1ヶ月我慢しましょう。 PS4 ではたくさん FP が来てて、正直僕もね、隣の芝青いですよ。見ててね、うわ羨ましいなって思うけど、僕らはアプリユーザーだ。そして僕はアプリアップ代表としてね、これからも頑張っていきたいなと思いますので、引き続き皆さんよろしくお願いいたします。もしよかったらチャンネル登録、そして高評価していただけるとすごく嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。